ゴエモンラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。女優おのよりの映画の話をしましょうよのお時間です。5月15日土曜日、本日は沖縄本土復帰記念日なんですね。1972年昭和47年5月15日午前0時に、その前の年1971年にアメリカとの間で締結された沖縄返還協定が翌年発行されました。1945年に終戦を迎えてから27年間もの間、日本であってアメリカだった沖縄の時間はどのようなものだったのでしょうか。せっかくなので沖縄県の運用しているホームページより少しその流れを抜粋していきましょう。沖縄には日本全体のアメリカの軍専用施設の約 70% が集中し、沖縄本島の約 15% を占めています。太平洋戦争中の1945年昭和20年4月に沖縄本島に上陸したアメリカ軍は基地を作り始めました。アメリカは戦争が終わった後も占領を続ける中、中華人民共和国、中国が成立し、また朝鮮戦争が起きると、沖縄が太平洋の平和を守るための大切な地点になると考えて、基地建設をさらに進めました。その時、沖縄の人たちの家や畑などの土地が強制的に取り上げられたりすることもありました。1952年、昭和27年、日本は主権を回復しますが、沖縄はその後もアメリカが統治することになったため、1972年昭和47年に日本に復帰するまでの27年間アメリカに占領され統治される状態が続きました。1996年平成8年に普天間飛行場をはじめとする11カ所の米軍基地を日本に返すことが約束されました。SACO 合意と言います。また2006年平成18年には約8000人の海兵隊を国外に移し、嘉手納飛行場により南にある6カ所の米軍基地を返すことなどが約束されました。2013年平成25年4月にはこの約束を果たすための計画が発表されましたが、6カ所の米軍基地の大部分は県内の他の基地に機能を移し、そのほとんどが2022年以降に返されるとされています。沖縄県のホームページより抜粋させていただきました。戦後27年の沖縄と基地の流れは現在進行形で脈々と戦争からの歴史が続いているとわかります。沖縄にとっては歴史ではなく現在取り組まれている問題そのものです。本土に住む私も沖縄の抱く問題を一緒に抱き、美しい沖縄の自然、日本だけではなく地球の財産として考えていく必要があると思いました。さて本日の映画はイタリア映画の話をしましょうよ。これからの人生、2020年制作、95本イタリア映画でエドアルド・ポンティ監督。 The Story。 自宅でこもりをしているホロコースト経験者が自分を襲った家なき子を引き取ることに。反発し合う2人だったが、共に暮らすうちに少しずつ心を開いていく。 Netflix。 これからの人生より。ビルマニア。映画の話をしましょうよ。イタリアを代表する名女優ソフィア・ローレンが主演を務め、高齢のユダヤ人女性と孤児の非行少年の心の交流を描いたヒューマンドラマです。1977年にフランスでも同名タイトルで映画化されたロマン・ギャリーの小説これからの一生を原作に、ローレンの息子エドアルド・ポンティ監督がメガホンを取った作品です。この映画95分というとても見やすい作品なのですが、とても心に刺さってずーっと余韻が漂う、それでもヘビーじゃないという何とも説明が難しい感想を抱いた作品なのです。
東から登場する孤児の非行少年モモは12歳。セネガルから母親と一緒にイタリアに来たのは3歳の時。孤児になってからは母親が見てもらっていた医者、ドクター・コーエンのもとで生活をしています。モモにとっては悪事は彼の生きる手段で、悪事を働いて稼ぐしか彼にとって方法がありません。ある日モモが窃盗を働いた老女は、ソフィア・ローレン演じるマダム・ローザ。売春婦の子供たちや行き場のない子供の面倒を見ています。彼女曰く、売春婦は助け合うのよ。ドクター・コーエンはモモを連れて彼女の隠れ家と呼ばれる家へ向かい、窃盗品を返し、さらにモモを引き取ってくれないかと頼み込みます。断っても断っても、ドクター・コーエンは彼女しかいないと頼み込み、マダム・ローザはしぶしぶ受け入れるのでした。そこから老齢のマダム・ローザと、モモという12歳の少年、そして周囲の人たちの物語が始まります。鑑賞していて感じたのが、割と狭い地域の物語で、ドクター・コーエンとマダム・ローザの関係性もそうですが、みんな地域の人に知られている存在なんですね。悪事を働いている人が誰なのかも知られているし、彼と一緒のところを見られれば、いくら隠そうとしていても、悪事を働いていることは見当がついてしまいます。モモ君が悪いことをしているのも、実はバレバレなんだと思います。ところが、マダム・ローザは、公認するというわけではないのですが、モモ君を知り合いの中で一番良識のある知人、ハミルのところへ連れて行き、モモ君が退屈しないように働かせてほしいと頼むのです。ついでに、よーく働いたらちょっぴりお小遣いをあげてね、とも。賢いモモ君は同じタイミングで悪事の世界でどんどん認められていきます。しかし、マダム・ローザの友人ハミルも、モモ君と目線を合わせ、彼の心に寄り添った思いやりある言葉で、誰かを刺すよりも言葉は最高の武器と伝えるのです。反発するモモ君ですが、ドクター・コーエンとの生活の中で悪事を働き始めたモモ君の孤独だった世界は、マダム・ローザの世界と悪事の世界と両方に広がっていくのです。このモモ君が本当に悪ガキで、大体みんなの嫌がることをするんです。なんていうか、普通に子供ってこういうものだろうなぁと、等身大の12歳の姿を見ていると思っているのに、悪事というか犯罪は一人前で要領よくやってしまう。そしてうまくいくと、そこら中の子供を束にしたぐらい8切れんばかりの笑顔で、ダンスを踊って喜ぶ姿に、そしてそのももくんの体の小ささにとっても複雑な気持ちになりました。ももくんは犯罪も犯しますが、心はまだ幼くてまっすぐで、相手の言葉もちゃんと聞いてるんです。いいことも悪いことも。このエドアルド・ポンティ監督、これからの人生、先ほどお話ししたように、作中でマダム・ローザの友人ハミルが、言葉は最高の武器とモモ君に伝える通り、作品に出てくる言葉が刺さる映画です。何度もその言葉たちを拾いに戻りたくなるような感覚がありました。モモ君が幼い頃に亡くしたお母さんのことを、写真はない、でも少し記憶はある、僕のせいで母さんが転んだ時も怒らなかった、母さんを床に転がったまま僕を抱いて笑った、大笑いしてた、美しい人だった、唯一のお母さんとの思い出の美しさが、ふてくされた少年の顔を見ている私たち鑑賞者に思い浮かぶんです。そしてもちろん、映画の主人公であるソフィア・ローレン演じるマダム・ローザ。彼女はあまり彼女自身のことを語りません。ただそれでも鑑賞者には彼女の過去がわかるし、いつの間にか彼女の心に寄り添っていく感覚があります。吸い寄せられると言った方が正しいかもしれません。同じ理由で映画の登場人物たちも彼女の周りに集まってくるんでしょう。彼
女の過去を知ることで、戦争は終わっても消えないことってたくさんあることがわかります。戦争を知らない世代になっても、戦争の残した傷跡はいつまでも立ちませんです。多くを語らない映画だからこそ、その映像に自分の知っている悲しい歴史を重ね、身もだえるほど苦しい瞬間がありました。そしてそこにいるのは、戦争のことを何も知らない孤独な少年だった時に、彼の言葉にできない悲しみや恐怖を、私たち鑑賞者の方がおもんばかるのでした。マダム・ローザとモーがどのように心を開いていくのかは、ぜひエドワルド・ポンティ監督、これからの人生を鑑賞して、一緒に体感してみてください。映画に登場する人物たちが、とっても魅力的で、きっとモモ君の心がよーくわかると思います。特に、素敵なキャスティングだなぁと思って、映画を見ている最中、心の拠り所にさせてもらっていたのが、マダム・ローザが面倒を見ている子供の一人、バブーちゃん。名前の通り、まだあまり喋れないお子ちゃまなんですけどね。ももくんもよく面倒を見ている、バブーくんのママ、ローラ。マダム・ローザは売春婦の子供の面倒を見ているので、ローラも売春婦なんですが、彼女、元はボクサーだったそうで、私の心の拠り所だけでなく、実際すごく頼りになるんです。イタリアの古い建物の中だったり、商店の中だったりすると、私たちと地続きな感じはしませんが、ももくんの生活圏は私たちの世界と同じ世界だと感じますし、こうしたキャスティングも自然で、これからの映画といいますか、世界のあるべき姿の一つなのかなと、なんだか嬉しくもありました。95分の作品なので、タイミングがあったら、あまり深く考えないで、ぜひエドワルド・ポンティ監督、これからの人生に触れてみてください。とっても素敵な映画です。さて、最近毎週お知らせしておりますが、おみうり出演作のお知らせをいたします。この子育てってありですか？愛情の形は一つじゃない、長編映画いずれあなたが知る話支援プロジェクト。いずれあなたが知る話、2021年6月10日までクラウドファンディングサイトにて支援を募っております。物語は歪んだ愛情と好意がぶつかるノワールサスペンス。古澤武監督作品、主演大山浩さんと小原典子さん。小原さんは今作で脚本家としてもデビューされています。たくさんの困難を乗り越え、劇場公開のためにクラウドファンディングという選択を歩み始めた作品です。ご支援いただければ幸いです。私おのよりも出演しております。よろしくお願いいたします。今日は沖縄本土復帰記念日ということで、戦争の残したものについて考える日になりました。エドワルド・ポンティ監督、これからの人生も戦争の残した記憶の一つを描いています。私たちは二度と戦争の時代へ突入するわけにはいきません。私たちの次の世代も、その後も。そのためには心に記憶を持ち、そこに付随する悲しみもしっかり幼少期から抱き続ける教育が今後も失われないように願うばかりです。私おみうり自身も機会を与えていただけるのなら、そういった作品に出演し続けます。ぜひ機会をください。よろしくお願いいたします。お芝居や映画の担う重要な意味を改めて感じたところで、本日はお開きです。また来週映画の話をしましょうね。素敵な日曜日をお過ごしください。おなよりでした。